バレリーナたちを指導するジュール・ペロー、エドガード・ガガ、ジュール・ジョゼフ・ペローは、フランスのバレエダンサー、振付家。後に、ロシアのミカドリツバレエ団でバレエ監督となった。ジュール・ペローは、リヨンで生まれた。彼は、同時代の偉大なロマンティック、バレリーナと踊っている。マリー・タリオーニとは短期間組んだことがあった。彼女は、ペローが自分より目立つのを恐れ、すぐに彼と組むのを断った。ペローは1835年にパリオペラ座を離れ、ロンドン、ミラノ、ウィーンなどヨーロッパ諸都市を公演で回った。ナポリで彼は才能あふれるダンサーだったカルロッタ・クリジを見出した。彼は彼女のバレエの師となり、恋人となり、1836年に自分のパートナーとしてクリジとロンドンで踊った。彼女が次世代のバレリーナとして、頭角を現したのには、ペローの存在抜きには語れない。同じ年からペローは振り付けを始めた。ジゼルの振り付けが成功すると、彼はアルマや妖精の名付け子、ファニー・チェリートのために振り付けた。次の6年間は、ロンドンのハー・マジェスティーズ劇場のため定期的に振り付けをした。オンディーヌ、エスメラルダ、パリスの審判と有名なパ・ド・カトルである。ドカトルでは主役級の4人のバレリーナが同時に舞台に立つという難しい設定だったが、振り付けの傑作となった。ほとんどの作品で作曲を担当したのはチェーザレ・プーニである。1850年代に入ると、彼はダンサーとしてサンクトペテルブルクのミカドリツバレエと契約し、後にはバレエ監督となった。ロシア滞在の最中に内妻、カルロッタ・クリジと別れ、帝立劇場学校の生徒だったカピトリーヌ・サモブスカヤと結婚し2子を設けた。ロシアに残るか、パリへ帰るか決めかねていた時、彼は自宅で思いもよらない事故に見舞われた。何もしていないのに、壁に立てかけていた大きな鏡が倒れて、粉々に砕け散ってしまったのである。彼は余生を送るためにパリへ帰った。1892年、ペローはサンマロで亡くなった。現在上演されているのは、1941年にイギリスの振付家アントン・ドーリンが再振付したものである。ありがとうございます。